君、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われては危険のよ。いざとなれば火を使うしかあるまい。悪魔は火を恐れる、そういうお達しじゃぞ。お達しね、変わっちまったな、悪魔の戦も。
目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。龍泉詣の年であろう。龍泉詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。龍泉詣、三度、な、これは。
お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。
じゃ。
ここを開けやがれ。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よどっかのあっしなら。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。な、誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出もかなわなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。
ったか。あれは夢なのか、それともまことにあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。わしが彫る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人魚を探すこったな。乗りかかった船じゃ、仕込むことだけはしてやろう。どうした？やはりかすかに顔を寄せねばわからぬほどだが。なんだ？流陰のよどみ、その兆しが出ておるのやもしれません。よどみとは？我が師道元より聞いたことがあります。流陰の力は死を重ねることでよどんでいく。よどみは溜まれば必ず溢れるでしょう。溢れればどうなる？病が振りまかれるとか、杞憂ならばよいのですが、もし返事あれば。ああ、お主のもとへ行こう。
目覚めたようじゃな。いいがよの。なかなかに死にきれぬようじゃ。武士殿には会われましたか？ああ、あれは。はい。我が師道元より聞いたことがあります。流因は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。白いあざは生まれつきではない。ならば流因を受けた者に現れるということか、あるいは兆しか。うん。ではまた。
何をしている？あなたですか。竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい、咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかしこれだけでは定かには。できることはあるか。竜害にかかったものが吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。ではまた。Thank you.
旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。足はね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。毎度旦那。さあ、買っていってください。じゃあな、旦那。アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら教えてください。
お主と。はい。お主と九郎様の幻を見た。幻。ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。手に入れた。血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。